どうもサッカリンです。今回はビートルズなんか変なコード進行14線をやります。これはやばいみたいな感じじゃないんですけど、でもなんか変だよなこれみたいな、なんとも言えないコード進行です。まあビートルズって大体そんな感じなんですけど、今回はその中でも14曲ピックアップしてみました。まず1曲目、 You can't do that。これは Bm がなんか変ですね。この曲のキーは G ですけど、タンドマイナーからルートに戻ることはあんまないです。普通はここは5度である D です。試しに D でやってみます。全然変じゃないですね。こっちの方が普通だからです。もう一回比べてみます。Dだとクリアなんですけど、 Bm だとちょっと曖昧なフィーリングになります。このはっきりさせない曖昧なフィーリングっていうのはジョンの持ち味ですね。他の曲で有名なのはローリングストーンズのワイルドホースですね。これも Bm から G に戻ってます。次は Yes It Is です。これも何とも言えない偏差ですね。これキーは E なんですけど、コード進行に対してあなたはどこに向かっているんですかと質問したくなります。なんか行き場がなんかフラフラしてる感じなんですよね。そしたらなんか唐突にルートである E に戻るんですよね。これは普通はコードがないです。なんか変だけどこの進行しかないです。不思議ですね。で次は I'm so tired です。G シャープがなんか変ですね。ルートの半音下のメジャーです。普通あんまり出てくることはないですね。これは他に普通のコードをつけるとしたら C シャープですね。これなら普通です。比べてみます。G シャープの方がダークなんですよね。俺はもう疲れたっていうフィーリングにぴったりです。さすがのジョンのセンスですね。このいきなり半音下がりは同じアルバムのセクシーセディでも使ってます。まずこれめちゃくちゃ歌いにくいんですよね。セディのところがコードが F シャープでメロディが G と E です。でまず G が音が外れてるし E はセブンスです。もうほとんどの人はここのメロディは F シャープにするでしょうね。セクシーセディ、これが普通だし歌いやすいんですよ。でもジョンはこう歌ってます。ここの声が超かっこいいんですよね。ゾクッときますね。これ歌ってて音が合ってんのかどうかよく分かんなくなってきます。でもジョンのボーカル音源だけで確かめてみたところ確実に E でした。あとこれは F シャープを他のコードに置き換えろって言われたらできないですね。むしろここだけ見たらキーは D なんですよね。これはこの次に CD ときて G に戻るのが不思議です。これも天才のセンスですね。次は Dear Prudence です。キーは D で F は普通なんですけど、次の A フラットが珍しいです。一番 D と遠い関係にあるコードですね。これはなんかこの一箇所だけ音がずれちゃってみたいな感じです。でもそれが非常に気持ちいいです。次は And Your Bird Can Sing です。この曲のキーは E なんですけど、G シャープマイナーでクリシェをしてます。クリシェっていうのはベースが半音ずつ下がっていくことです。 G シャープマイナーは E に対して3度のマイナーなんですけど、ここでクリシェをするのは相当珍しいですね。 C シャープで終わらしちゃってまたルートに戻るのも珍しいです。地味ながらなんか変わってるんですよね。この3度マイナーのクリシェは同じアルバムでポールも Got to get you into my life でやってます。ジョンとポールは同じ時期に似たようなコード進行や転調を使うっていう法則があるんですけど、これもバッチリそうですね。 Got to get の方が録音が早いんでジョンが真似したかもしれません。次はハニーパイです。G の次に E フラット、これは 5.5 度ですね。これはまあちょこちょこあります。有名どころだと It won't be long です。
次に E で半音上がるのが珍しいですね。かなり強引です。ほとんどの場合は半音下がるんですよ。この後ではそうなります。So which is going on? これが普通です。最初のなんか変ですね。あとサビも変わってます。Em から C シャープマイナー7フラット5、これ非常に美しい流れなんですけど、この後ルートである G に戻るのが変わってますね。こっからルートに戻ることはほとんどないです。逆はたくさんありますね。だから本来は1通なんですけど無理やり戻ってます。でもめちゃくちゃ自然ですね。次は3キングです。C メジャーのクリシェかと思いきや急に Gm7 に切り替わります。次に A7 でどうつなぐのかと思いきやまた最初に戻って、これを繰り返します。これもなんか変ですね。でこの後全く同じメロディーで違うコードになります。これはただ単に絶妙です。次は I'll Follow the Sun です。この曲のキーは C です。やたらセブンスを聴かせまくった GF から入って C でルートに戻って、次に D7 に行きます。次にまたルートに戻っちゃうんですよね。この D って2度なんで普通ここからまた別のところに展開させるんですよ。しかしまたルートに引き返します。でこの後ルートからベースが半音下がるんで得意のどんどん下がっていく展開かなと思いきや、次に D に行っちゃいます。流れに逆らいます。全部総合してなんか変です。次は Only a Northern Song です。これはなんか変というかだいぶ変ですね。一応 A メロのコード進行を見るとキーは A だと思います。でこのサビのコード進行が EBmGCsharp7 なんですけど、かなり意味わかんないですね。 G から C シャープが珍しいです。この2つはかなり遠い関係のコードなので続くことはあまりないですね。 I am the walrus とかはそうですけど。でメロディーはずっと B です。捉えどころなさすぎです。次はブラックバードです。ブラックバードすぎる。これ本物は2本指で弾いてますけど、コード弾きするとこうなります。キーは G なんですけど Bm7 からまたルートの G に戻ってるのがなんか変です。これは You can't do that でやったのと同じですね。サンドマイナーからは普通はルートに戻るんじゃなくて別のところに展開します。変わってるんですけどこれしかないっていう感じですね。次は Sync for yourself です。これはマジでキーが分かんないんですよね。一番可能性が高いのは G なんですけど、だとするとこの Dm は何っていう感じになります。5度マイナー自体はよくあるんですけど、2度マイナーの次に来るっていうのがかなり不思議です。ここだけ見るとキー F が自然なんですよ。ちょっと最後メロディーとコードを変えてキー F で歌ってみます。これなら納得できます。でも実際のところはG の瞬間転調してるんですかね。かなり謎です。では次で最後の曲になります。ラストは Don't Bother Me です。この曲が最後に来ると予想した方いますかね。いたらかなりすごいです。まずこれは2番目の A がメジャーなのかマイナーなのか、これが最大の謎です。次はメジャーでやってみます。これマジでどっちでも違和感ないんですよ。これいろんなとこでコード調べましたけど完全に真っ二つに分かれてますね。この時ジョージの弾いてるフレーズがパワーコード的なんでちょっと判別しにくいんですよね。こういうフレーズを弾いてます。かなり I feel fine っぽいですね。もしかしたらこの曲が元ネタなのかもしれません。でもジョンのリズムギターはほとんど聞こえないんですけど A か A マイナーどちらかを弾いてるはずです。どっちを弾いてるんでしょうか。
僕としては若干 A の方が好みですね。で、皆さんはどちらだと思いますか？で、これメジャーにしろマイナーにしろどっちでも変なんですよ。でキーが G なんですけど、3度マイナー2度もしくは2度マイナールートと通常と逆戻りしていってるんですね。これはかなり変ですね。普通は1度2度3度と上がっていきます。ブラックバードとか Here There and Everywhere みたいなやつですね。 A がもしメジャーだったらさらに変度は上がります。これジョージの初のオリジナル曲なんですけど、いきなりこんな謎が多い曲を作ってしまうあたり、やはりミステリアスな男だなと思います。以上、ビートルズなんか変なコード進行14選でした。すべて世界でこの曲でしか存在しないオリジナルのコード進行です。普通にやばいコード進行っていうのもたくさんあるので、それはまた今度やりたいと思います。ご鑑賞ありがとうございました。